リコリス、独立治安維持組織 DA に所属するエージェントの少女たち。マーダーライセンスを持ち、事件が起こる前に犯罪者、テロリストを処分している。彼女たちの存在は社会から秘匿され、公になることはない。確かに学生服を着た少女がエージェントだとは思わないよな。かっこいいだろう、この制服。千里は赤で、滝名は紺色。色に意味はあるのか？まあ一応ランク順というか、ファーストが赤で、セカンドが紺、サードは白、ベージュみたいな、ってことになってる。あ、ちなみに半袖もあるよ。なるほどな。くるみも着てみる？いや、僕はいい。だからいいって。